町のお弁当屋さん、千秋屋の看板娘、千秋莉子って言います。好きなのは算数と給食当番です。お父さんとお母さんと先生にはよく聞き分けがいい子って褒められます。お店のおすすめは唐揚げとヘルシーサラダ弁当ですよ。ぜひ食べてみてくださいね。はじめまして、千秋莉子って言います。元気いっぱいで聞き分けがいいのが自慢です。精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。袋詰めだけじゃありません。私いろいろと成長してますから。これだけバッチリならお母さんも仕込みを教えてくれるかも。お弁当を持って公園でお話ししましょう。豆じも一緒ですわ。お弁当屋さんの朝は早いんです。目が覚めるといるのはお母さんだけ。お父さんは朝の5時から仕込みをしてるんです。お弁当屋さんはずっと大変なんですよ。だから私がお店を手伝っている時が家族団らんの時間なんです。一家で一致団結ですよ。お弁当屋さんの夜は片付けがあるので家にいるのはお父さん。恥ずかしいけど今でもたまに一緒にお風呂に入ります。秘密ですからね。私のカラーピックでもっと綺麗に仕上げますから。くるっと回ってパッ。ほら、私ちょっと変わりましたよね。私もきっとお母さんと同じように千秋屋の後を継ぐと思います。だから強い女の人にならないといけないんです。いつも私の面倒を見てくれたお隣のお姉さん。私の夢はそんなお姉さんみたいに笑顔が素敵で優しい人になって、今度は私がお姉さんの赤ちゃんの面倒を見ることなんです。今ならできそうですよね。あ、また会えましたね。あ、違いますよ。私泣いてませんから。だって別に寂しくないですし、強い女の子ですから。朝はやっぱりこれですよ。お出かけ前のお弁当です。千秋屋が丹精込めて作ってるんですから、お残ししたらダメですからね。給食係といえば私の出番ですから。ただいつもみんなの盛り付けが多くて先生に時々怒られちゃいます。今お忙しなんです。夕方から夜は仕事帰りのお父さんや買い物をしてるお母さんで大にぎわいで、豆じも元気にワンワンなんで。夜は少し寂しいけど、お父さんもお母さんも頑張って働いてるから仕方ないです。それに豆じもくんくん慰めてくれますから平気です。今お友達と遊んできたところです。忙しくても私友達はいっぱいいますから。今日も漫画の貸しっこをしてきたところです。うわ、今のって魔女の反応ですよね。魔女がいるとみんなが危ないって知ってますから、お店のお手伝いの前に片付けに行かないと。あの、魔法少女同士で戦うのっていいんですか？え？あ、偽物さんたちなんですね。それなら私全然平気ですから。もぐもぐ。ほら、椎茸だって鼻をつまんだら平気です。食べ物屋さんの看板娘ですから好き嫌いはないんですよ。こうやってパッ、こうやってパッ。これがお弁当を袋に入れる時のテクニックです。手を入れてパッと開
開くのがコツなんですよ。お隣の金物屋さん、今はいないけど、私の大好きなお姉さんが住んでたんです。今は遠くに引っ越して、なかなか会えなくなっちゃいました。算数は分数の計算だって得意だけど、国語は苦手。これ、なんて読むか教えてもらってもいいですか？この三角巾、私の宝物なんです。お隣のお姉さんからプレゼントしてもらって、お手伝い中はずっと一緒なんですよ。ああ、竹工房のお姉さんは、千秋屋の常連さんですよ。時々お惣菜を買いに来てくれるんです。双子のお姉さんがいるらしくて、羨ましいです。そうですね。食べ物に例えると、まゆお姉さんは、ふわふわの綿飴。りあお姉さんは、パチパチのポップコーンですかね。まなかお姉さんは堂々としてるし、料理も上手だし、コックさんだし、とーっても尊敬できる、かっこいい人です。袋詰めと魔女退治は、私にお任せですから。私だって、ちょっとは成長してますから。接客も魔女退治も、笑顔が一番ですから。どうですか？お姉さんっぽくできたと思いますか？この千秋屋が、お父さんとお母さんが出会った場所って聞きました。私の王子様もお客様かもしれないですね。